のアイドルグループがアメリカで誕生しました。一体どんなグループなのでしょうか。平均年齢 17.5 歳の男女14人、そんな彼らが今世界の音楽業界で話題となっています。それはグローバルポップグループ Now United です。アメリカを中心に世界の若者に人気で、動画投稿サイトにアップされたミュージックビデオの再生回数は150万回を突破。今注目の新人アーティストです。メンバーは出身国も性別も全員バラバラの男女14人。アメリカ、ブラジル、イギリス、中国など世界各国から選ばれました。この中には日本人メンバーも。ひなさん16歳です。小学生からダンスを始め、今回このオーディションを受け合格したといいます。日本の代表として選ばれたひなさんは、もともと私の夢が世界で活躍するダンサーだったので、このグループの日本代表としていることがすごい誇りに思うし幸せです。このグループを手掛けたのはスパイスガールズなど世界的アーティストをプロデュースしたサイモン・フラーさんです。Always be active, always be current, always be doing something. We're going to travel the world continually. We're going to get to meet our fans. We're going to communicate with our fans digitally all the time. グループの魅力はファンと直接触れ合えること。現在彼らは世界各国を訪れて現地のファンと直接コミュニケーションを図るワールドツアーを実施中。現在までに10カ国以上を巡っています。その一環として先月には日本にも訪れファンたちと交流していました。さらにメンバーたちはグループの活動の様子をスマートフォンで撮影し、インスタグラムなどに投稿。 SNS を駆使したプロモーション活動で世界中のファンとコミュニケーションをとっています。今後も世界を基準に活動を広げていく Now United、 これからの活躍が期待されます。以上、スポタメでした。